でございます。はい、こんにちは、山道です。こんにちは、サリタです。今日はですね、タンドリーチキンとレモンライスを作ってみたいと思います。タンドリーチキンですね、こちらが一応完成ですけど、普通タンドリーチキンっていうのは、タンドリーチキンは店で釜、土釜で炭焼き、あのナンを作るような、すき焼き、つるさしてもう焼けるんですけど、あと肉もまあ2日間から1日ぐらいいろいろ仕込みするんで、その後は焼いて出すけど、まあ家庭ではまあ絶対できないタンドリーチキンけど、まあちょっとトライしてみたんで、今回ね、家庭で作れるタンドリーチキンということで、ちょっと調整したのが、この普通の魚だいぶ汚くなっちゃったんですけども、魚焼きの網とですね、ガスレンジの、魚焼きのグリルですね、あそこでトライしてみました。それで、結果的にはですね、魚焼きのグリルは正解でした。あと、まあオーブンがあれば、オーブンでもできるんですかね。オーブンはあんまり説明しない、やっぱり火が、あのこういうふうに焦げることが、ね、ここに見せれるんですけど、そういう焦げた方が美味しいから、それでオーブンであんまり味がどうかなと思う、まあオーブンやったことないんで、一番バーベキューでもした方が一番いいんですよ。あとはね、あの思ったのが、最近バーベキュー入ってますよね、BBQ ですよね。それがですね、そこでこのダンドリーチキンのものを仕込んでいってですね、そこで焼けば絶対これベーグルになるんで。Friends, today we are making lemon rice and tandoori chicken. Lemon rice, mostly many of our Indians know. We want to cook this in the coming up cooking class, so we are trying this now.Tandoori chicken also, generally we don't do at home, but we just tried with the grill. We will show the video later. Namaste andi, iroju Japanese cooking class next week undi. Aa cooking class lo lemon rice, mana lemon rice no tandoori chicken etla cheyali ani just ante family lo etla illallo kuda ela chesukochu ane dani gurinchi discuss chesi ee video teesamu. This video chudandi later.で、これさっきほどもうマリネーションして仕込んであるわけですね。はい、でこれに入っているのは、はい、ペニグリックのペニグリック、はい、とチリパウダー、チリパウダー、はい、あとタンドールマサラっていう、こういうタンドールマサラは、はい、って売ってるんで、はい、これが、はい、ニカラブマサラですね、はい、コリアンダーパウダーを入れて、コリアンダーパウダー、あとちょっと塩とヨーグルト、塩とヨーグルト、ヨーグルト、はい、あと生姜ニンニクペースト、あ、それに生姜ニンニクペーストですね、はい、で、あと、はい、マスタードの油、はい、これがですね、はい、で、これもちょっとなかったら、マスタード油なかったらマスタードかペースト、ペーストあるでしょ、うん、あの洋辛子のっていう、そうそう、はい、それでも大事、これ本当はまあ一日冷蔵庫に置いてもいいんですけど、あ、はい、まあ今日は1時間ぐらいで、1時間ぐらい、でこういう、はい、こういう強かったらまあ釜で焼くんですけど、 あれ何、焼き鳥みたいにこれと感じにして。もし一緒に何か野菜も玉ねぎとかネギとかしたかったら、はい、こんな感じでね、はい、じゃあ一つね、こちらの方に、入れて、時間は分かんないんで、とりあえず入れてみます、はい、でこちらの方の魚焼きですね、だいぶね、ジュージュー音がしてきました。ちょっとガスグリルを見てですね、魚ガスなんです、お、こんな感じでいい感じになりました、こんな感じでね、ちょっと色がもうちょっと焼き出しになってるのかな、今回ね、竹串でちょっとやったんですけども、やっぱ金の串でやった方がいい、
はい、出来上がりみたいです。出来上がりました、うん、はい、出来上がりでございます。はい、これこのまま食べてもいいんですけど、こういうまたレモンちょっとパーッと振って、はい、食べてもいいです、はい、うん、結構美味しいです。うん、結構柔らかい、美味しいですね。あとこのレモンをね、うん、かけてもいいと思います。また、いろんな、ね、動画、この料理の動画とかですね、あといろんな文化の発信ということでやっていきたいと思いますので、ぜひぜひこのいいねボタンとですね、チャンネル登録お願いいたします。はい、チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。はい、さよなら。ありがとうございました。